探偵ってのは泥棒もするのか。誤解だよ。ちょっとマッチを借りに来ただけだ。動かないで。不法侵入よ。撃ち殺されても文句は言えないわね。勘弁してくれよ。何か面白い話でも聞かせてくれたら銃を下ろしてもいいけど。例えばそのマッチにまつわる話とか。仕方ないな。分かったよ。これは今店に置いてあるマッチだ。酒場で人気の歌姫ナローズエンジェルメイの絵が描かれている。マッチの製造元に確認を取ったが、このマッチが作られたのは1年前の8月9日アンジェラの失踪後だ。それで？製造日が比較的最近だろ。これ以前にもマッチの発注はあったはずだ。酒場にマッチは必需品だからな。これの前に店に置いてあったマッチ箱のデザインを確認したかったんだ。現物を見るまで確信が持てなかったが、店に残ってて助かったよ。この古いマッチ箱にナローズエンジェルとして描かれているのは綾乃、お前だ。2年前ナローズエンジェルとして有名になった歌姫はお前だったんだ。そして1年前失踪したアンジェラをかくまうためナローズエンジェルのすり替えが行われた。何のために？ナローズエンジェルは2年前からこの酒場で歌っている人気の歌姫だ。すり替えが成功すれば1年前に失踪した霊嬢と2年前から評判の歌姫を結びつける奴はいない。つまり1年前にお前と入れ替わった2代目のナローズエンジェルメイがアンジェラだったんだ。その話はちょっと無理がないかしら。そうかな。大丈夫だ。お前こいつと話をつけろ。お前、正気か？マフィアを殺すなんて、惹かれてるとしか思えない。ああ、もう後戻りできないな。余計な真似をしなければ、失うのはアンジェラだけで済んだのにな。死ぬことよりも、孤独を嫌がる女がいるんでね。どうする？映画みたいに3つ数えようか？1 2 3。
歌姫が入れ替われば当然客が気づくはずよ。すり替えなんて成立しないわ。そんな客いないんだよ。入れ替わりに気づく客なんていない。今この店に通っている客の中に1年前から通っている客は一人もいないんだ。この店に通っている客は全員この1年の間に通い始めた客なんだよ。当然入れ替わった後のナローズエンジェル、メイのことしか知らない。妄想ね。調査結果さ、この2週間酒場に来ていた全ての客とその友人、家族に至るまで一人残さず裏を取った。彼らはキャリア1年未満のルーキーだ。そしてわずかだが1年以上前にこの店に通っていたと思われる人間、つまり1年以上前のナローズエンジェルを知っているはずの人たちの情報も聞けた。全員消息不明だったよ。入れ替わったのは歌姫だけじゃない。客もひっくるめこの店に関わる全ての人間が入れ替わったんだ。とても一個人ができる芸当じゃない。実行したのはスタンウッド社の連中だろ。昨日命を狙われたよ。俺のことを密告したのはお前だな。面白い話だったわ。まだ続ける？天使は見つかった。もう気が済んだよ。これ以上の詮索はやめよう。マフィアに報告するんでしょ？それもやめておく。これ以上スタンウッドを敵に回したくない。それにどうやら俺も目を守りたくなったみたいだ。ありがとう。お前が知れば天使は死ぬぞ。邪魔するやつは天使もろとも大いなる眠りの中だ。